はい、こちらね、先ほど、1枚ずつなんですけどね、ショートバージョンで、僕がね、難波小田ロード周辺でね、15年前に、1枚あたり10円でね、セールで売られていた、レコードの EP 版ね、これを今となってはオークションではこんな感じになってますよっていうのをね、紹介させていただいたんですけど、こちらをね、まとめて計算しますと、先ほどからね、耳タコなんですよ。同じこと言うんですけど、オークションで押された一例の結果に対してなんですけどね、これは全部10円で買ったやつなんですけど、これと、紹介させてもらったね、このモンスターと、この歌方ね、で、このカメレオンアーミー、ね、これペッパー系のね、こちらと、この UFO ね、で、ピンクタイフーン、こちらと、サウスポーね、こちらと、で、こちらね、ウォンテッドね、こちらと、で、モンスターね、こちらの方と、ちょっと2回目やったかな、ごめんなさいね、カメレオンアーミーと、ジパングね、こちらと、カメルーン、カルメン、ごめんなさい、すいません、カルメンね、カルメン77。で、渚のシンドバッド。ね、ピンクレディ SOS。ね。で、こちらが、ピンクレディの透明人間。こちらね、あまり有名じゃないと思うんですけど、マンデーモナリザクラブね。こちらと、波乗りパイレーツ。でね、こちらは新品に近い状態じゃなくて、全部ね、使用頻度が激しい状態で、聞けるのは聞けるんですよ。CD でいう傷ありですね。A、B、C ってやったら、B か C みたいな。ほんで、聞けるのは聞けますけど、もうお金に換える価値はないですよっていう感じの、こういう状態のものでも、これがね、先ほどから言ったように、こうやって立ててね、今回僕がか、あの、紹介させてもらってるのは、ピンクレディを中心にしてるんですけどね。こんな感じでいっぱいね、ザーッとこう立てて、10枚買ったら100円のね、段ボールの中に入ってたわけなんですよ。で、これがね、今紹介させてもらった約18枚ぐらいの、ピンクレディなんですけど、これね、それぞれ僕ね、わざとダブらして、これが3枚あったり、これがね、5枚あったり、いろいろするわけなんですけど、これ18枚で180円で買ったわけじゃないですか。ほんで、もう大げさに言うと200円なんですけど、この200円を、18枚200円をね、オークションの競り落としで、もし計算したら、この約18枚で、8000円、8000円過ぎて、5000円から6000円ぐらいになりますね。はい。すごいですよね。もうそんだけ変わったんですよ。そんな感じでね、毎回言ってるように、ヤフーオークションの一例を言ってるだけなんですけどね。以前はそんな一例もなかったですし、ひょっとしたらそれよりもうちょっといくかもしれないし、悪く言うと、それより下のね、競り落としがあるかもしれないんですけどね。やっぱ結構値段が高かろうが安かろうが、この時代のね、ピンクレディの EP 版を落とす人がね、どん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 最近出てきたな、そういう時代のね、変化があったなっていう感じのね、商品の紹介をさせていただきました。またね、皆さんもね、こんな感じでね、古いレコードがね、あったら、前は調べたけど価値なかったわと思ってもね、いざちょっと調べてみたら、あれ、急になんかちょっと値段変わったな、みたいな時もあるんでね、私みたいに一回調べてみてください。こんな感じなものがね、あるとは思いますんで。でね、また私のね、動画内容がいいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。